これは、長野市芸術館レジデントプロデューサーの加藤雅美でございます。こんなところで偶然でございますね。ではちょっと恥ずかしいな。はい、今ですね、長野市芸術館はご存知のように開館が開くことができないというところですが、長野市芸術館の活動は外でも行っておりますよというところですね。今日は、ここでですね、告知をしたいと思っています。ちなみに今この距離はソーシャルディスタンスをとっております。で、これまでのですね、長野市芸術館の活動といえば、告知動画ですね、長野市の駅とか、それから長野市のスーパーの前とか、いろんなところで恥ずかしい思いをして撮ってまいりましたが、今ここはですね、私の、住んでいる町であります神奈川県平塚市でございます。はい、ここはですね、立派な川ですね、相模湖と言いまして、こちらは平塚市、金持ちがいっぱい住んでる茅ヶ崎市でございます。で、今日の宣伝はと言いますと、5月の毎週水曜日の長野市芸術館のラジオ番組コーナーというのがありまして、そこでですね、ラジオでぶっ飛びクラシックというのを、放送します。で、これはですね、ぶっ飛びクラシックというのを長野市芸術館でやっておりましたが、それをですね、今開館ではできないので飛び出してラジオでやろうと。27日、毎週水曜日の、3時10分前後になるそうなんですけど、午後ですね、でなるんですが、情報ワンサカゴーゴーアイドラジカンという番組の中からですね、聞いて体感アートの話という、番組コーナーで、これを放送します。 SBC 新越放送ですね。長野市の方は聞けますし、ラディコまでは全国で聞くことができます。というのをですね、やります。ぜひその技術館は空いてませんけれど、私のポッドキャストはそのラジオでもありますし、今芸術館では9月からですね、またぶっ飛びクラシックを再開する予定で今動いておりますので、また番組聞いては面白そうだなと、初めて聞いた方は来ていただきたいですし、今まで、どうなるのかなと思ってた方もですね、9月を楽しみにしていただければよろしいかなと思っております。というわけで、もう本当に知り合いに会ったらどうしようかなというぐらい恥ずかしさでございますので、この辺で今日はですね、挙動不審なのは誰か使わないかなということなんですけれど、というところで、今日のですね、推し動画を締めたいと思います。ありがとうございました。では。